今回はですね、再生リスト追加のお知らせです。KSRG の、後藤先生の、イスラエルの伝統刃物地図ですね、まあ、これのですね、基本編とレベル2を分けてですね、再生リストに追加しました。それからあとくくりナイフの、まあ、基本編ということで、それもですね、合わせて追加しておきましたので、その伝統刃物術の方の、まあ、順番に見たいという方も多分いると思いますので、まあ、その点でちょっとまとめておきましたので、ぜひ参考にしていただければなと思います。一応うまくまとめれたと思いますので、基本編と、まあ、レベル2ですね。確かね、レベル2で終わりのはずなんで、まあ順番通りうまくなってると思いますので、まあ、もし何か間違ってるでしたらまた指摘してください。修正します。あとは、まあ、順次ですね、また何か再生リストの方が追加しましたら連絡させていただきますので、よろしくお願いします。今日は以上です。ありがとうございました。